こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はセール情報です。楽天スーパーセールでお買い得になっているワインの中から私のおすすめを全部で10本ご紹介していきたいと思います。今回は全部送料無料のものから選んでみました。とってもお得にワインを買えるいい機会なので、これからワインを飲み始めてみたいっていう方にも、おうちワインをお得に楽しみたいっていう方にもぜひご参考にしていただけると嬉しいです。今回の楽天スーパーセールは6月11日月曜日午前1時59分までです。5日と10日はキャンペーンにエントリーすればポイントアップもできてさらにお得なので、お買い物の前にポチッとしておくのがおすすめです。サクッと超特急でご紹介していきますので、見逃し聞き逃しのないよう最後までご覧ください。なお、ワインのセレクトとテイスティングコメントは私の個人的な解釈と偏愛によるものでございます。ご紹介するものは概要欄コメント欄にもリンクをまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。それではスタートです。ではまずはスパークリングワインから2本ご紹介していきます。1本目はオーストラリアから、アンゴーブチョークヒルブルーバブルス。こちらが通常価格2302円から1149円、いきなり半額。レモンや青リンゴのような爽やかな香り、すっきりと軽やかでグビグビ飲めちゃうワインです。キンキンに冷やして夏の暑い時に飲んだら最高です。とても軽やかな味わいなので、オリーブやピクルスのような軽めなおつまみと合わせたいですね。2本目はフランスから、クリテールブランドブランアイス。氷を浮かべて飲むやや甘口のスパークリングワインです。こちらが通常価格1628円から1221円。柑橘やあんず、パイナップルのようなジューシーな香り、ほんのり優しい甘さにとっても癒されます。氷の代わりに凍らせたフルーツを入れたら見た目も綺麗ですし、デザート代わりに飲んだりホームパーティーで出してもおしゃれですね。はい、まだまだジャブですよ。お次は白ワイン3本ご紹介していきます。白ワイン1本目、合計3本目はギリシャから。ギリシャワイン個人的にも推しなんです。アルギロスのアトランティスホワイト、ブドウの品種はアシルティコ主体です。こちらが通常価格3080円から2156円。青リンゴやグレープフルーツ、フレッシュなハーブのような爽やかな香り、軽やかでさっぱりとした味わいです。こちらはすっきり系の白ワインを好きな方におすすめです。パリッと焼いたチキンステーキとか、バーベキューで豪快に焼いた魚介とか合わせたらめちゃくちゃ美味しいと思います。白ワイン2本目、合計4本目は南フランスのプロヴァンスから、シャトールービンヌのリオンエドラゴン。こちらが通常価格4950円から2475円、半額。洋梨や白桃、お花の蜜のような華やかな香り、ふくよかで厚みのある果実味が特徴です。華やかでフルーティーな味わいのワインお好きな方におすすめです。この時期プロヴァンスのワインとってもいいと思います。キンと冷やして飲めば南仏のリゾートにいるような気分になります。こちらはイカのフリットとかエビのアヒージョとか、魚介を使った料理と合わせたいですね。白ワイン3本目、合計5本目はイスラエルのワイン、ゴランハイツワイナリーのヤルデンピノグリです。こちらが通常価格4100円から2500円。もうこれは即ポチ案件です。白いお花とか梨やリンゴのようなみずみずしい香り、ボリュームのあるたっぷりとした果実味と余韻のスパイシーさも特徴です。豚肉の生姜焼きとか塩の焼き鳥とか、香ばしく焼いたお肉と合わせたらめちゃくちゃ美味しいです。これはね、ヤルデン飲んだことのない方ぜひぜひ飲んでみてください。これは外しません。合計6本目は日本の甘口ロゼワイン、能登ワインのマスカットベイリーAです。こちらが通常価格2962円から2665円。いちごジャムやキャンディーのような甘い香り、味わいも甘酸っぱくてとってもチャーミングです。甘口お好きな方はハマると思います。すっきりした優しい甘さなので、お食事とも合わせやすいです。酢豚とか唐揚げの甘酢あんかけとか、ちょっと酸味のある料理と合わせたいですね。軽々しくは言えないんですが、飲んで応援できるならと思って私も1本ポチりました。ではここからは赤ワイン2本ご紹介していきます。赤ワイン1本目、合計7本目はチリのインドミタワイナリー、プレミアムシリーズデュエットのピノノワールです。こちらが通常価格2178円から1742円、1000円台ありがたい。こちらは熟したベリーやジャムのような濃密な香り、滑らかな口当たりで濃厚かつエレガントな味わいです。これはピノノワール飲んだことのない方、入門としてとってもいいと思います。チーズハンバーグとかローストビーフのサンドイッチとか合わせたらめちゃくちゃ美味しそうです。赤ワイン2本目、合計8本目はスペインペネですから、
アウグストゥスカベルネソーヴィニヨンメルローです。こちらが通常価格4400円から2200円半額。こんなに半額いっぱいあるのおかしくないですか？こちらはカシス、ブラックベリーなど濃い色のベリーやシナモン、クローブなどスパイシーな香り、渋みもしっかりとした重厚な味わいです。しっかりどっしりとした赤ワイン、お好きな方にとってもおすすめです。合わせるならこれはもう肉だ。ドーンと大きなステーキを食べながらとか最高ですし、バーベキューのお供にもいいと思います。さてラストは2本なんですが、もうとんでもないものを見つけました。毎回ね、楽天セールってよくよく探してみると様子のおかしい割引率の子がいるんですよ。そんな様子のおかしい1本目、合計9本目はフランスのロゼシャンパーニュ、コラールピカールのロゼブリュット。こちらが通常価格7150円から4290円。シャンパーニュがこの価格本当にありえないです。ラズベリーやプラムのような上品かつジューシーな香り、ハーブやスパイス、アーモンドなど香ばしいニュアンスもあって複雑で奥行きのある風味が特徴です。シャンパーニュだからこその高級感ある味わいですね。記念日とかお祝いとか大切な日に開けたい一本です。ラスト10本目はフランスアルザスの甘口ワイン、フェルナンエンジェルのリースリングバンダンジュタルティブです。こちらが通常価格8800円から4400円、半額。これは香りも味わいも上質な蜂蜜レモンです。これヴィンテージが2018年なんですけど、この程よく熟成した甘口ワイン、これは飛ぶほど美味しいです。ただ甘いだけじゃない、何層にも重なるような複雑な風味、美味しいっていうよりもはや気持ちいいみたいな感覚、一度は体験してみてほしいです。ブルーチーズを合わせても美味しいんですが、ここはぜひアルザスのマンステールというチーズと合わせてみてほしいです。このチーズめちゃくちゃ癖はあるんですけど、こういう甘口ワインと合わせると白目むくくらい美味しいと思います。はい、以上10本私の気になるセール品をご紹介してきましたが、気になる飲んでみたいワインは見つかりましたでしょうか？楽天スーパーセールは6月11日月曜日午前1時59分までです。気になるものがありましたらぜひお早めにチェックしてみてくださいね。かなりお安くなっているので争奪戦かもしれません。もしリンクに飛んで売り切れになっていたらごめんなさい。また価格が変動する場合もありますので、その点はご了承ください。今日ご紹介したワインたちは概要欄、コメント欄にもリンクをまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。夏場はワインが傷みやすいのでちょっと注意が必要です。と言ってもワインセラーがなくても大丈夫です。買ったワインは赤でも白でも全部冷蔵庫に入れちゃいましょう。なので冷蔵庫に入りきる本数を買うようにしてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルでは普段はおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。グッドボタンとチャンネル登録していただけるととっても励みになりますので、ぜひポチッとお願いします。インスタなどの SNS、 音声配信のボイシー、私のオリジナルグッズを扱うショップなどもありますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。ラズベリーやプラムなどの上品かつ重品、1本目、合計9本目はフランスのロゼシャン。